映画ドラえもんのび太の新恐竜は2020年の日本の SF コメディアニメ映画、藤子 F、藤尾の漫画ドラえもんを原作とした映画ドラえもんシリーズの第40作目である。監督は今井一行、脚本は河村元気が務める。偶然見つけた新種の双子恐竜、キュートミュウを育てるため時空を超え奮闘するのび太たちの姿を描く本作は、 ドラえもんのび太の宇宙英雄記以来5年ぶりに自動小説や原作の短編を原案としない完全オリジナル作品である。また映画第一作のび太の恐竜公開40周年を記念した作品でもあり恐竜にスポットを当てた作品群ではリニューアル5発の作品である第26作ドラえもんのび太の恐竜2006を含めて通算3作目となる。 当初は3月6日に公開予定だったが、今作は新型コロナウイルスの感染拡大により公開が延期となり、8月7日に公開された。スネオたちと恐竜店を訪れたのび太は、化石発掘体験で恐竜の卵の化石を見つける。タイム風呂敷をかぶせると、生まれてきたのは双子の羽毛恐竜。それも宇宙完全大百科に載っていない新種であった。のび太は、 双子の恐竜に、キューとミューと名付け、時には、恐竜博士のアドバイスを受けつつ、ノビサウルスランドの中でドラえもんと一緒に育てていく。すくすくと成長する2匹は徐々に違いを見せ、軽やかに滑空するミューに対しキューは無様に、バタついてしまうため、飛ぶことができなかった。そしていよいよジャイアンたちの前でお披露目する日がやってくる。しかし騒ぎに気づいたままから隠そうと、 空間移動クレヨンを使ったことで、町の住民たちに目撃されてしまい、キューとミューを現代で育てていくことに限界が来てしまう。仲間の元へ返すことに一度は葛藤するのび太だったが、やがて決意を固めると翌朝いつもの5人揃って、タイムマシンに乗り込んだ。タイム風呂式で、化石が卵へ戻った時間から逆算し、後期白亜紀へ向かうドラえもん一行。誤って、 ジュラギについてしまうというトラブルがありつつも何とか目的の時代へ到着し卵体験体などの秘密道具を使いながらキューとミューの仲間の行方を追跡するその様子を白い猿の姿をした男ジルがナタリーという謎めいた女と通信しながら密かに監視していた見張られていることも知らずキューとミューの仲間を探す一行は旅の途中 トモチョコでゴルやトップといった恐竜たちを仲間に加えながらついに海まで到達する。二手に分かれて行動するも、ジャイアントスネオはジルに捕らえられ、ドラえもんたちも巨大な翼竜に強襲されるという危機に陥る。海に落下する伸びたと急だったが、不思議な双葉鈴木竜に助けられ謎の島にたどり着き、ドラえもん、静香、ミュートも再会を果たす。そこは、 一行が探していた Q とミュウの仲間たち、新恐竜が生息する島だった。早速のび太は仲間のもとへ2匹を返そうとするが、Q は群れのオスに頬を鋭く引っかかれ、中入りを拒絶される。Q が他の新恐竜と違って飛べず、体格も劣るからなのか。悔しさと悲しみに震えるのび太は、Q を立派に飛べるようにしてみせると宣言する。一方、 潜水艇で島に向かうジルはナタリーからディープインパクトが迫っていることを告げられていた。檻から脱出し様子を伺っていたジャイアントスネオは地図を見て謎の島の真相に気づく。その頃、飛ぶための練習を始めていたのび太とキュウの間には心のすれ違いが起きてしまい、練習が中断してしまっていた。うつむくのび太は静かに励まされ、 尋ね一ステッキで球を探すと、そこには一匹で練習を続ける球の姿があった。心を打たれた、伸びたも苦手な逆上がりができるようになろうとともに、練習を始める。その時空を光り輝く巨大な物体が流れる。ジャイアント、スネオも駆けつけ、全員揃ったところで、ドラえもんは、ここが6600万年前、メキシコのユカタン半島に隕石が衝突したことで、 恐竜たちが絶滅した時代だと告げる。隕石を宇宙に返すため、逆時計を使おうとするのび太だったが、そこへタイムスキッパーが出現し、ナタリーが一向の行動を制止させる。ジルは自分たちがタイムパトロールとしてこの時代を監視していたことを明かし、恐竜を思うのび太の心に寄り添うも、歴史は変えられないと断言する。それでもなお、キュート、 ミュウたちを助けたいあまり強行しようとしたノビタは、隊員たちに拘束され、かばおうとするドラえもんたちまでもが連行されそうになってしまう。しかしジルが、チェックカードをノビタと急にかざすと、カードが発行。ジルたちタイムパトロールは彼らの行動に干渉しないことを決める。タイムパトロールの拘束からは脱したものの、ーとミュウや、 他の恐竜たちを助ける手立てに悩むドラえもん。しかし、ジャイアントスネオがもたらした情報により、新恐竜の島がジュラキで落としたノビサウルスランドと判明。空間移動クレヨンで恐竜たちをノビサウルスランドに移動させ、ジオラマの天候調節機能で隕石衝突の熱風から守る救出作戦を開始する。 熱風到達のタイムリミットが迫る中、島に残って準備するのび太とドラえもんに再び巨大翼竜が襲いかかる。おとりになったのび太を助けるため、ついに空を飛んだ球。キュウが飛ぼうとして見せていた無様な動作は、羽ばたきの兆候だったのだ。滑空から羽ばたきへ、恐竜から鳥へ、進化への第一歩、歴史が生まれる瞬間を、ジルたちは目撃し驚愕する。 恐竜たちは救出されて、島に住み着くことになり、のびたたちも、キューとミューに別れを告げた。そんな一行の姿にじるは翼を進化させた恐竜のように他者を思いやる心、豊かな感情を進化させてきた人間を重ね合わせる。そして現代に帰還したのびたはできなかった逆上がりに挑戦し、ようやく成功させるのだった。そこへ、キューとミューらしき鳥が滑空し、 物語は幕を閉じる。2020年がドラえもん連載開始50周年、映画40作目、2020年東京オリンピックというタイミングにあたるほか、のび太の恐竜、のび太の恐竜2006と、これまでも節目では、藤子 F が愛好した恐竜を扱っていた。このことから、藤子プロは映画40作目のテーマを、恐竜に決定し、のびたの宝島公開後、 今井と河村に監督と脚本のオファーが出され、再度コンビを組むこととなる。河村によると、藤子プロからのオーダーは、子供が楽しめる恐竜やコメディの要素に加え、人類の進化や、伸びたの恐竜に対するオマージュといった親世代も楽しめる要素であり、それらをどう組み合わせるのかが難しいお題であったという。さらには、伸びたの恐竜、伸びたと竜の騎士、 のびたの恐竜2006で、すでに恐竜が散作あるため、当初はやることがないとひるんだとも語っている。だが絶滅したとされる恐竜も、最新の学説ではそうではなく、なぜ恐竜は絶滅していないのか、どういう形で生き残っているのかということを物語に、すればよいのではないかとシンプルに思い、違うものを作るというよりかは、 その先に描くべきものが自然に見つかるんではないかという考えに至る。今井は40周年作品よりテーマとして恐竜を扱うことに対してプレッシャーを感じつつも河村と今の時代にふさわしいものを恐竜でどう作るか話し合ったという。またタイトルである新恐竜に関しては河村による強い思いと考えがあり採用されることとなった。 ストーリーのプロットとしては、伸びたの恐竜をあえて踏襲する形をとり、そこに最新の恐竜学説や滑空する羽毛恐竜などの要素を盛り込むことで、異なる物語へ展開していく構成である。今井によると、最初は全く違う話を考えていたらしく、シナリオを練るうちに、新しい学説などを踏まえ、同じプロットで伸びたの恐竜を作ったらどんな話になるか考えた。 ことが出発地点になったという。河村は、のび太の恐竜と同じく卵を拾ってきて孵化させる展開はわざとであり、双子が生まれてくる瞬間からパラレルワールドだとしている。スネオ役の関ともは映画の見どころとして世界線を上げ、その中で、のび太の恐竜と、のび太の新恐竜のシンクロについて言及し、もしかしたらと前置きしつつ、どこかの分岐点で、 それぞれのお話になっていく SF 要素を感じさせると発言している。実際に作中では両作間のつながりを暗示する場面が存在するがメディアミックス作品ごとに描写や扱いが異なって描かれる。映画、小説、ゲームではほのめかす程度にとどめている一方、麦わらシンダローによる映画ストーリーでは明確にのびたの恐竜の後の物語として展開する。 恐竜に加え取り上げられたテーマは、進化とダイバーシティである。河村は、本作の発表時、多様性が叫ばれる中、それが綺麗事ではなく、人類の進化への歩みであることを語りたいと、コメントしていた。また、別のインタビューでは多様性が、弱者と共存しましょうという話になりがちなことに、違和感を覚えたこと、それが綺麗事でなく生物が、 サバイブするための必要条件だということをエンターテインメントとして描いたと語っている。今井も他者との違いが進化の本質とし、そこに人と人の違いをプラスに考えようといったダイバーシティの要素を重ねることで恐竜を通しそういった部分を描けるのではないかと気づいたという。キャラクターデザインとしてアニメーターの小島隆が初登板。小島は伸びたの宝島において のび太が長回しで走る場面の原画を担当していた。作画は、のび太の恐竜2006と同様にキャラクターから影を、配しているのが特徴となっており、これは、小島の意見が反映されたものである。ただし場面によっては、光源や時間帯、天候などに合わせ影を付け加えている。影に対しハイライトは、意欲的に扱っており、本作では、ドラえもんの頭や、のび太た,たちの髪の毛、 基本的にハイライトが書き込まれている。また差し込む光に対し、キャラクターなどの描線にハイライトを重ねるといった手法を採用している。その他、のびたたちの方の明るみをぼかさず丸い輪郭で表現し、物語の序盤できている私服は、のびたの恐竜2006のデザインを使用している。本作では大部分の恐竜が 3DCG であり、これは、 福井県立恐竜博物館のアドバイスを参考に表現した CG アニメーションスーパーアバイザーを務めた森江光太は2018年夏におまけ映像に登場する恐竜の CG をまず依頼されており本作も含めた制作期間としては1年以上関わっている NHK の恐竜番組を手掛け恐竜を研究していたことがオファーのきっかけとなったインタビュー内で 森江は表現と再現の際に言及しており、本作では再現ではなく、アニメならではの表現に舵を切ったこと、試行錯誤をしながら、アイデアを提案したことを語っている。今井は、いい意味での違和感、主人公たちとは違う、時代、世界の存在という異物感、恐竜なりの存在感を際立たせ、3D の良さを消さずに、全体的なセルアニメの世界の中に入れ込む方法を、 試行錯誤したという。恐竜のモデルは、うロコまで細かく造形された上で、アニメ調ではなく図鑑イラストのような仕上げが施された。CG で表現された恐竜は25種。約140カットに登場し、1カットに登場する恐竜は、最大で200体を超えた。ゲスト声優は、木村拓也と渡辺直美。木村と渡辺は発表後、 本作の応援キャプテン、応援副キャプテンに就任した。ドラえもんのびたの南極カチコチ大冒険以来、出演していた高橋茂雄は本作には出演せず、通常放送で2020年1月25日開始の関連コーナー、スネオと茂雄の君も今日から、恐竜博士への出演、後日の関連番組でナレーターを担当し、広中彩香と共にスペシャルサポーターを務める。 2020年2月16日、東京国際フォーラムにて完成披露試写会を開催。同月27日、新型コロナウイルス感染症流行の影響で公開日を3月6日から延期することが報じられ、これにより公開日の表示は近日公開となったが、一部の関連商品は当初の予定通りに発売された。3月19日、 正式な公開日は8月7日に決定。同日公開予定だったスタンドバイミードラえモンには延期となったが、その後の10月7日に11月20日に公開されると発表された。また、7月13日には8月7日の公開日を新公開日と表記した最新ポスター、スペシャル映像、いよいよ始まる大冒険バージョン、映画ドラえもんのび太の新恐竜、 SP コンテンツまとめサイト7月17日には新型コロナウイルス感染症予防対策を盛り込んだ映画鑑賞マナードラえもんの新しい映画様式のポスター及び30秒バージョン動画が公開された8月7日全国劇場公開翌日公開記念舞台挨拶中継が開催されスペシャル映像秘密道具編も合わせて公開された 全国377スクリーンで公開され、2020年8月8から10日の土日祝日3日間で、動員33万4000人、公衆4億1300万円を上げ初登場1位を獲得、7日から10日までの4日間の累計では、動員63万人、公衆7億6100万円を超えた。新型コロナウイルス感染症の影響で、前作、 ドラえもんのび太の月面探査機の初登場土日2日間の公衆6億9600万円の成績を大きく下回り、同じ監督、脚本によるドラえもんのび太の宝島と比較すると半分以下になっている。最終的な公衆は33.5億円となり、直後に東日本大震災が発生して不入りとなった2011年のドラえもんシ のび太と鉄人兵団羽ばたけ天使たち以来9年ぶりの低水準となった第38回ゴールデングロス賞優秀銀賞を受賞した映画ドラえもんのび太の新恐竜オリジナルサウンドトラックのタイトルで2020年3月4日に発売全40曲収録入場者全員プレゼントは毎年動く人形が恒例となっていたが今作では 映画ドラえもんのび太の新恐竜漫画ブックであった。映画に登場する人物や恐竜、秘密道具を紹介する、映画丸ごとお楽しみ図鑑と、テン虫ムシコミックス未収録作品も含む、デジタルカラー版の漫画を複数話し収録する、ドラえもんカラー漫画セレクション、ドラえもん50年の歴史を振り返る、ドラえもん50年の歩みからなる。なお、 本のカラーによって収録される漫画や細かい内容が異なる。映画公開を記念し、オリジナルの恐竜を募集したイラストコンテスト。最優秀賞は応募先共通で、映画パンフレットに応募作品と名前が掲載される。他、映画パンフレットと大長編ドラえもん1巻から24巻のセットが、優秀賞は応募先によって別々の商品がプレゼントされる。 応募先別優秀賞オープニングエンディング2020年4月25日放送部により、テレビシリーズのオープニング映像が一部リニューアル。シーンごとに恐竜が新たに追加されたほか、映画本編の映像が挿入された。同日に、テレビ朝日の YouTube チャンネルにて、オープニング映像を動画として公開。二千二十年一月十一日放送分より、エンディングテーマが映画主題歌。 バースデーに切り替わり、映像も映画本編を編集したものとなる。5月23日放送部により再びエンディング映像がリニューアルし、新規の映像が追加されたほか、映像内に主題歌の歌詞が演出として組み込まれた。7月29日に動画を公開。オープニングディレクター及びエンディング制作は10ゲージの与田信ブが担当。オープニングエンディング映像とも0月3日まで。 使用された。君も今日から恐竜博士2020年1月18日から3月7日にかけてテレビシリーズのミニコーナーとして全8回が放送された。第1から7回のタイトル名はスネオとシゲオの君も今日から恐竜博士表記でタイトル通りスネオと高橋シゲオが出演し第8回は映画ドラえもんのび太の新恐竜スペシャルとして ドラえもんが出演。前編にわたり、福井県立恐竜博物館の研究員である、園田鉄平が解説を担当した。後に、動画版が、テレビ朝日の YouTube チャンネルにて公開。ドラガウジャンケン2020年1月18日の3月28日、および7月4日から放送分は、映画に登場する、探検隊セットを身につけたドラえもんがジャンケンを担当した。 Q&MU どこだ ?2020 年7月4日から7月11日、7月25日から8月1日放送分で挿入されたミニコーナー。画面の中に隠れた Q と MU を探す。7月4日から7月11日は福井県立恐竜博物館。8月1日は川崎市藤子 F 藤尾ミュージアムが画面のロケ地となった。麦わらだ太郎作。 月刊コロ,コロコロコミック2019年10月号2020年3月号連載単行本は2020年3月25日発売ドラえもんチャンネルで期間限定の特別公開も行われ2019年10月15日から11月14日に第1話11月15日から12月12日に第2話12月13日から2020年1月14日に 第3話、1月15日から2月14日に第4話、2月15日から3月14日に、第5話が公開された。月刊コ,コロコロコミック史上での連載は、第6話までとなっており、物語のラストは、単行本に掲載する形で完結となる。時は愛作。本作のコミカライズとして、チャオ2020年1月号、4月号連載。 単行本は2020年3月4日発売。連載第1回は一部ページを麦わらが執筆するほか、時はと麦わらの対談が掲載された。のび太と恐竜たちの日常を描いたガイデンストーリーであり、ガイデンストーリーが単品で発売されるのは本作が初である。入場者特典。前後種ですべて表紙カバー及び内容が異なる。 内容は映画に登場するキャラクター、恐竜、秘密道具を紹介する、映画丸ごとを楽しみ、図鑑、映画にちなんだ、ドラえもんカラー漫画セレクション、ドラえもんの歴史を振り返る、ドラえもん50年の歩み、2020年4月23日より開始、大長編ドラえもんから5作品を期間限定で、公開、天童コミックス、ドラえもんより、恐竜、 古代生物などが登場する12作品を SP コンテンツまとめサイトにて公開。期間は2020年7月14日午前10時から7月16日午後11時59分。小説映画ドラえもんのび太の新恐竜のタイトルで2020年2月6日に小学館ジュニア文庫より進化規範、小学館文庫より文庫版が発売。文庫版は2月14日に 電子書籍版が発売。執筆は小説映画ドラえもんのび太の宝島に引き続き枠井い、学部が手掛ける。任天堂ス e n d o s 用ソフト、ゲームドラえもんのび太の新恐竜が2020年3月5日に、不ーより発売。2019年7月13日から8月25日の期間中、ドラえもん AR アトラクション恐竜大冒険が設置。本作の上映を記念し、 東京、神保町シアターにて2020年2月1日から3月2日に、渡って、のび太の恐竜から、のび太の南極カチコチ大冒険までの37作品と、藤子、F、藤尾原作の平営19作品の連続上映が、開催された。その後、7月25日から8月6日にかけて、ドラえもん映画祭2020アンコール上映として、 中心になった分の上映が行われた。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは2020年6月8日から7月22日まで期間限定で映画ジュラシック・ワールドとのコラボレーションイベントが開催されていた。ワウワウプライムにて放送。監督の今井一行と脚本の河村元気が映画ドラえもんシリーズやのび太の新恐竜について語る特別番組。ナレーションは 高橋茂雄。番組内では、のびかの新恐竜の初期イメージボードやエコンテの一部が公開された。JCOM オンデマンドにて2020年2月29日から5月31日までに先行独占配信。河村元気のスペシャルインタビューのほか、高橋茂雄と恐竜くんが恐竜の知識を深めて映画の魅力に迫った。 アニマルプラネットにて2020年2月29日から3月8日に放送。番組内で映画に登場する恐竜について紹介したほか、応募者50名に、恐竜がライマバリタオルと映画ドラえもんのび太の新恐竜ぬいぐるみがセットでプレゼントされるキャンペーンを実施した。テレビ朝日にて2020年8月5日放送。同日、アベマビデオで完全版を配信。 アニメライブチャンネルでは8月7日配信。声優と夜遊びコラボ番組。出演は、関智一、木村昴、弘中綾香。出演者3人が映画の見どころを紹介する映画ドラえもんのび太の新恐竜大紹介。ジャイアンスネオが、ジャイアンに、ボエボエと映画主題歌、バースデーを歌う、ジャイアンリサイタルウィズスネオ。 テレビシリーズに登場するオリジナルの秘密道具を考えるガチ採用を目指せ、俺の秘密道具の3コーナーを行った。アベマの配信では限定特別編として、広中をゲストに通常の夜遊び企画を行う第2部が公開された。ドラえもんファンの気流院賞をゲストに、ドラえもん特集を第106回。 第107回に分けて2週連続で無料配信した。2020年7月14日より、館内、ガイダンスルームにて開始。ドラえもんと写真撮影ができるほか、のびたの新恐竜の絵コンテなど展示が行われる。YouTube チャンネル、福井大なーズにて2020年7月14日、公開。テレビシリーズ、ドラえもんな意味にコーナー。君も今日から、 恐竜博士にも出演した、園田鉄平が、骨格標本を交えながら、映画に登場する恐竜を紹介する。2020年8月1日より開始。コロコロコ,ロコミック公式サイト、コロコロオンラインで行われる、映画公開に向けてのカウントダウン企画。コロコロコミック作家人のコメントゲスト声優の木村拓也、渡辺直美へのインタビュー、水田。 わさびら声優陣へのインタビューが映画公開まで更新される。2020年8月8日、東京都内で行われる無観客舞台挨拶を日本全国の映画館10カ所で午前9時30分の会上映後に生中継した。登壇はドラえもんのびたのほか、ナタリー役の渡辺直美と監督の今井はじめ暁ドラえもんチャンネル内企画。 原コミ探偵団秘密道具特装班の特別編。映画公開記念動物と友達になりたい。編として、卵にまつわる秘密道具。動物と仲良くなれる道具。のびたが育てた意外なものの3章に分けて紹介。ドラえもん映画作品。ありがとうございます。